はい、どうも、こんにちは。僕です。今日のニュースで株はもう直球でね、もうソニーです、ソニー。スマホ失速で大赤字、業績修正ということでね、僕、ニュースで株とかやってる場合じゃないっていうか、今日の今朝の FOMC でもう一瞬、数十分で、10万くらいぶっ飛ばしてるんで、もうニュースで株とかって言ってる場合じゃないんですけど、一応こういうのやっていかないとね、いけないってことで、ソニーです。まあエクスペリアはいいと思うんだけど、まあ南米中国で売れてないというか、その格安スマホに押されちゃってるっていうことなんですよね。で、ソニーの業績を見ると、直近の、決算短信、これだけ見るとね、わかんないんで、2013年度の決算見ると、モバイルプロダクツが、750億マイナス、ゲームが800マイナス、イメージングプロダクツ&ソリューション、これ多分デジカメとかさ、ビデオとかそっちだよね、ソニーが強いところ。僕、ソニーのデジカメは本当伸びてるし、今でも全然キャノンはわかんないんだけど、キャノンニコンをね、追い越すだけのね、力あると思ってます。トランスルーセントテクノロジー、しかりね、いろいろ、ビデオはもちろん強いし、ちょっとごめん、この話ちょっと長くなると先に進まないんだけど、ちょっとざっくり話すと、僕はね、もう数年前から、ソニーがもう、ペンタじゃねえや、ミノルタ買収して、アルファ900出したところくらいで、トランスルーセント見て、あ、これ来るなと思った。キャノンとニコンの、今どうだか知んないけど、普通の一眼デジカメで、動画が全然使い物にならない。ただ、ソニーは、動画もね、いけるっていうところとかを見て、ソニーはね、ニコンは少なくとも抜くなっていう、その素子はソニー製使ってるし、動画のね、ノウハウもあるし、技術もあるし、キャノンと多分戦っていく。で、いろいろ、パイプとかもあるだろうしね、ソニーはね、ナンバーワンになると思うんだよね。ちょっとこの話はするとね、長くなるな、もっとお話ししたいんですけどね。ちょっと、やめましょう。ホームエンターテイメントも、これも赤字なんだ、250の。デバイスっていうのは何なんだろう。デバイスって、いろいろソニーの、あれ、いろいろあるってことなのかな。デバイス？わかんない。映画が50、違う。510。あ、結構映画と音楽はかなりプラスなんだね。全然だってプラスじゃん。だって、イメージング、ホームエンターテイメント、ここら辺まとめて合わせても全然映画と音楽でプラスじゃん。ホームエンターテインメント、デバイス、ゲーム。このモバイルプロダクツを除けば、ここら辺は映画と音楽一発で全然プラスにできてるっていうか、金融がすごいな。ダントツ、金融屋だね。よく言われてるけど、改めてこの数字見るともう完全にソニーは金融、不動産も始めたでしょ。その他がなんかマイナスだな、結局。でも一応黒字なんだな、2013年は。金融だな、金融。で、直近の決算短信は、黒だよね、黒黒。モバイルがダメなんだな、2740だから、2740?2740? ってか、どういうこと？わからん。いいや。で、なんだって、数字がいくらだったっけな、どっか。
ソニーは7月時点の見通しで、細かいそのさセクターじゃなくてなんだっけ、このセグメント別の見通しが出てないんだけど、相当悪いね。いや俺の見方が悪いかもしれない、ダメ、あの決算ってか見れないから、こう基本的に見てるけど今見れない人だからダメだ、やめよう、間違ってるかもしれないから。ちなみにソニーは、今日はこんな感じですね。表示切り替えで、今日は今 9.84% 全場終わったところってマイナスですか。まあ寄りついて買いがまあ入って、ここら辺取れたな、わかんないけど、あの任天堂みたいな怖さっていうか、まあこれだけ窓開けてら、窓開けたら締めに行きますよねっていう感じかな。これ冷やしにしようか、これ5分足だから冷やしにするとこんな感じ。ここら辺2000円までは戻しそうなのかなっていう感じですけどね。まあいいや、こんなのはどうでもいいです。でまあ今日の株はソニーなんですけど、ストレートにね、まあでも僕こんなこともうね、他の銘柄いじってる場合じゃなくて、もう FX と先物でもう大損こいちゃってるから、このニュースで株のためにソニーへインしようかっていう気にならないっていうか、もうほとんどフルで余力ないから、信用使えばあるけど、ちょっとねやれないかなっていう。でソニーはスマホさ、俺もう昔の動画でも言ったんだけど、もうソニーはあれよ、あのスマホとゲームを合体させるその端末で、まあ任天堂にはできない、ソニーならできる。ソニーはさ、もうこれ本当暗いと思うわ。そのパイオニアもこの間なんか売っちゃったわけじゃないけどさ、まあ実質売っちゃったでしょ。KK なんとかにアメリカのファンド売っちゃってさ、パイオニアもだってさ、あれになるとカーナビメーカーになるって言ってたけどさ、カーナビだって結局はやっぱスマホにとって変わるでしょ。ねえ、カーナビスマホに処理させて、でも安定はできないか、だからまあその自動車の会社はやっぱ作るときに客のアンドロイド、スマホのがどれだけ安定した力があるかっていうのは分かんないから、まあカーナビ純正ではやっぱしスマホありきではやんないだろうけど、後から入れる人はやっぱスマホを使ったカーナビになるよね、後から入れていく人だから。パイオニアもね厳しいよな。だってパイオニアだって持ってるさ、株主だってさ別にそのカーナビメーカーで頑張ってほしいとは思ってないと思うんだよな。やっぱしそのオーディオメーカーとしてのパイオニアで頑張ってほしいっていうので多分握ってる人が、まあ、個人は多い気がするんだよな。だパイオニアも大変だよな。ソニーもさ、まあ、金融があるから、ソニーはねもうね結局ソニーのさ良さってさ、技術力だったじゃないですか。ビデオにしてもさ、ウォークマンにしてもさ、でそれ技術力がかっこいいから、それにさそのまあデザインっていうかかっこよさがついてきてたと思うんだけどさ、でも僕ら買ったソニーの製品って本当にソニータイマーってさ言うけどさ、本当に壊れたもんね。で入ってくる人間もやっぱりさ
技術者じゃなくってさ、そのファッションのソニーで入ってきてる、まあ、これもう完全なよもう憶測だけどさ、ファッションとしてのソニーで入ってきて、ソニーを技術でかっこよくさせるんじゃなくって、ソニーに入って自分がやることがかっこいいとか、なんかそんな気がする。まあわかんないけどね、まあ、優秀な人が入ってるのはそうなんだろうけど、結局この会社ってアップルとかアマゾンとか、マイクロソフトとかグーグルとか、そういう会社にならない限りはもう一生懸命やらないとダメなわけじゃん。ドコモの i モードしかりさ、ノキアも潰れるし、ブラックベリーも潰れるし、結局圧倒的に強いねえ、もの iTunes とかさ、そのまあ Google の何いろいろね、Google、Amazon、 そうだからソニーはさ、もういつも頑張らないといけない会社だよね、常に。だから俺ね、もうね、ソニーは、まあ、国産 OS 無理としても、そのゲーム向けスマホだよね、もうゲームのためのスマホしかないと思うな。ゲーム取ってコントローラーとそのスマホをガチャってつける